ランの皆さん、こんにちは。私はですね、ふわっちという配信サイトで、プロ配信者を名乗らせていただいてます、和道です、インターネット生放送でご飯を食べてます。今日はですね、福島県、まあ旅を始めて、11日目なんですけれども、名所に、来ております。ヒカルくんです。今日この後和藤さんとガチスパーリングあるんで、皆さん今日見物なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。夜の放送盛り上がると思うんでよろしくお願いします。音でかい？音割れてる？みんなめっちゃいい匂いするじゃないですか。めっちゃいい匂いしますね。なんだよこれ。めっちゃいい匂いする。どうもナオタクです。ココちゃん、ココちゃんとナオタクさんです。多分超今レア映像っすよ。かなりレア映像っすよ。速報流れてもいいぐらいだよ。ラーメンあんの？大丈夫？ラーメン。音でかくない？なんかメーター振り切ってるんだけど、音綺麗に聞こえてる？割れてない？なんでこんな音強いんだろう。大丈夫？ボフボフ言ってない？問題ない？みんな知ってる？その三滝、三春の滝桜。三春の滝桜知ってる？豪華メンツだよ。しかも多分ね、直沢さん初登場だと思うよ。その、史上初登場みたいな。うん、レクシーいらっしゃい。三春満開、今から行くんで全然わかんないんですけど、すごい人が溢れてますね。すごい人だかりで、すごいですよ。もう本当に。母さん笑ってた今。母さん爆笑してる。僕っすか。もう完全に直沢さんっすね。っすこの中で一番笑える要素直沢さんっすもん。大体目線がいきますからね。はい。相当あれ目立ちますね。あんまり気にしないからね。全然大丈夫だもん。大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫。なんすかこれ、焼きたてクレープ屋さんの話。本当だ。うまそう。お、いいっすね、クレープ屋さん。クレープ屋さん、桜の甘酒とかありますよ。桜の甘酒。甘酒って本当に酒なのあれって。甘酒って酒なの？甘酒は酒じゃないんですね。そうなんですか、ね。酒じゃない。はい。甘酒酒じゃないの？酒じゃないですよね。米ぬかで、はい。なんか甘い感じで飲むから。甘酒飲めないんだよね。うまいっすよ。宇宙人が直沢さんだよ。はい、直沢でーす。直沢さん。どうもみんな。直沢さん宇宙人だから、うん。合図は咲き始めなんだ、今。こんにちは、マリさん。ヒカルくんの枠から来ました。花見ですか？花見です。そう、ツイッターシェアしたの。なるほど、ありがとうございます。僕も拡散してきました、少なからず。ありがとうございます。じゃあみんなで拡散してください、せっかくの旅配信なんで。そう。先生だ、黄色いやつ。あ、ほんとだ、甘酒がなんか。甘酒が売ってますね。桜麺。桜のそうめんかな、これは。そうですよね。すごい。桜のそうめんとか売ってるよ。桜麺だって。4人前で1000円。へぇ。桜麺。すごいな。なんかピンク色ですごい綺麗ですね。綺麗ですね。うん。ヒカルくんからいらっしゃい。楽しんでってください。どうもでーす。今、福島県の名所。三春の滝桜に来ております。すごいね。どこに滝桜はある？どこなんですかね。すごい歩いてますね。歩いてるんですよね、はい、結構。大丈夫？すごい、うん、配信見て楽しみます。ありがとうございます。もう千年咲い、江戸時代の前から咲いてる桜らしいよ。すごい気合い入ってるからね。すごいっすよね。ヤンキーですよ。ヤンキー桜ですよ、もう。ヤンキー桜。千年咲いてる。千年も桜持つのって感じですもんね。ですよね。そもそも。めちゃめちゃですね。モナカさんいらっしゃい。どうもどうも。ね。ヒカルくんもいますよ。イケメン。ほんとギャル多いね。
ギャル多いっすね。ギャル多いね。ギャル多いっすね。うちのギャルは40オーバーだからね。コブ付きメンヘラだからね。バツさんとか。どうもどうも、まいちゃんいらっしゃい。お、丘になってるんですね。いよいよかな。あ、人めっちゃいるやん、ほんとだ。ですね。そこにいるわ。いい感じ。あ、すごい。滝桜、DVD まで販売してます。DVD? 滝桜の DVD? 20分で全部見れます。すごい。してもらって。え？あ、いいです。写真を、写真を撮りたいっていう。直拓さん何者なんだっていう。ありがとうございます。すごいな、直拓さん、写真を撮らせてくださいって、お父さんに、滝桜に飼ってるんですかね。すごいっすよね。まあ、なかなか宇宙人いないですもんね。あ、え、あれじゃないっしょ、あれ、え、あ、あれだ。うお、すげえ、全然カスカスじゃないじゃん。すごい。ちょ、でも、和田さん、こっちから行く。こっちから行く。こっち出口。出口。はい。すごい。ボリューミーっすね。いや、すごいね。はい、うわ、すごいわ。すごいわ。ちょっとまだ見せないよ。いや、すごいな。これすごいよ。あ、これはすごいっすね。支えられてる感じがしますね。すごい。すごいっすね。要介護だよ。要介護。要介護です。一人じゃ、そうそうそう。厳しいよな。いや、ああいう風にやられれば確かに、みんな大切にされれば持つのかもしれないですね。ですね。人の手で守られてる感じ。うん。大阪は桜はほぼ散ってしまったので、ああ、そっかそっか。いや、すごいな。すごいよ。ああ、俺すごいわ。絶対お前らには見せないけどね。ああ。絶対見せないけどね。すっげえ。すごいわ。めちゃめちゃ綺麗。すごい。いや、すごいわ。いや、マジですごいな、これ。これはすごい。これはやばい。やばい。待ってね。めちゃくちゃ綺麗。すげえ。あー。やっぱ違いますもんね。違うね。全然違うね。しねしねコメントやめてください。見たいの？え、見たいの？みんな桜見たいの？めちゃめちゃすごいよ。すごい。めちゃめちゃすごいけど、リスナーに見せるのはちょっとなっていう感じですね。僕らがやっぱり、僕らここに来てやっぱり生で見たい派なんで、リアトツ24人の方がすごいですね。はい。見たいの？見たいの？欲張りだなぁ。そんなに見たいの？そんなに見たいの？うん、ちょっと考えとくわ。わかったよ。いくよ。5、4、3、2、1、ドン。これやばくない？すごいっすよ。これ。これはちょっと。これはすごい。インパクトすごいっすよね。やばいっすね。本当に。うん。インパクトすげえ。やばいね。おおって。わかりやすいリアクションありがとう。おお。これすごいよね。すごい。花火ありがとう。すげえな。遠近感がなんかわからないよね。なんかすごい、千年咲くってやっぱこういうことなんだ。これはやばい。パワーありますもんね。パワーあるね。やばいね、これは。これはやばい。すげえ。なんか、でかすぎるよね。これはすごい。すごいわ、マジで。めちゃくちゃぶっといっすね。ね。なんか、木じゃないよね。なんか、幹がおかしなことになってる。これはすごいよ。ちょっと記念キャプチャー用にちょっとコメント欄消すよ。CG じゃねえわ。逆に CG 作ってる方がすごいでしょ、これ。綺麗だなぁ。まあ、宇宙人いるけどね。なおたくさん宇宙人だね。すげえ。綺麗だね。
すごいね。こっちにはね、モミジがいっぱい咲いてますよ。皆さん。綺麗だね。モミジ畑。すごいよ。うん。すごいですね。すげえな、マジで。どうなってんだ、これ。なんか、すごい支えられてる。すげえ。綺麗だなぁ。なんかこう、すごいね。なんか、ごめんね、語彙が少なくて。すごいとしか言えないんだけど。いや、すごいなぁ。近くで見ようか、もうちょっと。いや、めちゃめちゃ混んでるよ。めちゃめちゃ混んでるよ、ほら。ずーっとだよ、ほら。下の方まで。めちゃめちゃ混んでるよ。人だよ。いや、これはね、すごいよ。なんかもう、なんつうんだろうな。千年、桜が千年咲くって。桜ってね、管理が難しいんだかなんだか、すぐ枯れちゃうんだよね、確か。だから、難しいんだよ。すごい。だって、江戸時代の前から咲いてるんだよ。平日にこの人数はすごいよね。ちょっと奥の方まで行ってみましょうか。せっかくなんで。下から見てみましょう。綺麗っていうかもう壮大なスケールだね。壮大なスケール。すげえ。すごいね。でかい。でかいね。綺麗だね。瞑想中さん、瞑想してんの？ちゃんと映ってる？みんな。もう上、天まで、天、こう、上、空見上げても桜だもん。引きで見た方がだけど、ボリュームはすごいかな。だから近くに行くと、でかすぎて、こう逆に。でかすぎる。上の方まで、空見上げても桜だもん。OK なんだ。大丈夫？綺麗だなこれパワースポットだからちょっと俺もお賽銭入れていい？お賽銭を。お賽銭入れた方がいいよね、これ。俺みたいな心が汚れた人間は。俺みたいな、その、人様からお金をいただいて生計を立ててる人間はちょっと、綺麗な心にならないといけないと思う。光子お願いしてもいいですか？はい。そう。あ、なんか消えた。え、消えた？なんだこれ？何これ？変なウィンドウ開いたっす。なんだこれ？なんだこれ？はい、終了ですよ。やめて。大丈夫だと思う。終了した。ああ、すいません。ちょっと目線が悪い。めちゃめちゃ目線が悪い。結構やる？あの和道が、お祈りします。あの窓が。今日は、行きたいと思います。うわー、出た！行きまーす。うわ、暗黒紙幣出た。暗黒紙幣。出た、暗黒紙幣。さあね、神も仏も信じない和道が、まあね、実際投げたのは1円玉でした。100円玉。いや、すごい。ほんと、ここパワースポットです、本当に。ここは。めちゃくちゃすごいわ。パワーもらえる。どうですか、和道さん。パワーもらったわ。パワーもらいました。これ、完璧にパワーもらったわ。これ向こうを歩いて行けばいい感じかな。写真。長いがいいからもう。違う。大丈夫。はい。行きます。あ、すいません。はい、ありがとう。これ大丈夫ですか？確認を。はい、ありがとう。大丈夫です。はい、どうもありがとう。光くん優しい。え、向こうに、向こう行く？そっち、どう？行ってみますか。
これ視界が相当悪いわ。そうですね。視界がすごい悪い。視界が悪すぎて。なんかカメラ誰のだろう。あ、これ誰か。これカメラのカバーって誰か忘れてないですか。誰か忘れて。カメラのカバー。じゃあここに置いときますか。すいません。光くん優しいね。人がすごいね、人が。すごい、すごい。ちょっとね、多分ね、引きで写した方がいい。すごい人だね。人がすごすぎて。すごい、やっぱり名所。なおたくさんですよ、なおたくさん。あ、なおたくでーす。なおたくでーす。なおたくさんです。どうも。なおたくさんです。毛玉いるぜ。顔出し中だぜ、今日は。ついに素顔、ベールが。あ、そこに神社あるんで。あ、神社ある。ちっこいの。うん。ちょっと人がすごかったですね。なおたくさんだよ。みんな誰だ誰だ。もう桜よりも宇宙人の方が気になってる。相当カオスですけど。桜に宇宙人。相当カオス。すごいね。すごいですよね。すごいこれは。うん。ココさん。それは綺麗でしょ、モデルさんなんだから。めちゃめちゃ綺麗だよ。めちゃんこ浮いてるよ、もう。えずる、あれ？なおたくさん。なおたくさんどこ行ったんだろう。すごいね。えずらがすごいよ、ほら、見て。絶景だよ。やばくない？これ千年咲いたらこんなことになるんだよ、みんな。千年咲いたら。うん。やばいよ。うん。すごくない？この景色。うん。昨日なんかテレビで見たやつやるけど、カスカスじゃないね。そうですね。やっぱあれっすね、多分、カメラとかすごい。ちょっとカスカスに見えるね。すごいね。実際見ないと、すごさわかんないかも。もみじとすごい相性ですよ。うん。いいなぁ。いや、カスカスだったもんね、昨日見たから。そう、カスカスだったっすよ。カスカスやんね。綺麗だなぁ。迫力やば。向こうの方にもね、また桜が何本かこう、神社の桜がいっぱいあるんだ。すごいよね。こう、みんな、あそこで写真を撮ってますね。うん。すごいね。俺は、配信中なんで写真撮れないんで、みんなキャプってください。ごめんなさい。みんなキャプってください。キャプった？キャプってください、ぜひ。お願いします。僕の記念撮影の方法は、リスナーさんにキャプってもらうっていう方法が一般的なので。OK。バッチリ。OK かな。OK、ありがとう。え、取れ高、オッケーですか？うん。まあまあ。すごいね。この桜はいろんなことを見てきたんでしょうね。あ、わざさん、これテレビでやってたんですけど、うん、あそこの桜あるじゃないですか。うん、うん。あそこの桜の根っこがここまで。え、マジで言ってる？生えてるっていうことを昨日テレビで言ってたかもしれないです。マジで？はい。こんなとこまで？こんなとこまで？めちゃめちゃ距離ある。めちゃめちゃ距離あるよ。これが、千本桜根っこ。根っこです。絶対嘘じゃん。広げづらいわ、それ。ヒカルくんの渾身のボケ拾えなかった、俺。そう、ニコ生とツイキャスノリが違うのかなってなんか思った。ツイキャスだと、バッタリバッタリ。そうだ、もうそんな感じになるの？バーって入るもんで、そこから抜いてみます。ヒカル面白いっていう。いい天気だよー。まあ、ニコ生の人だったら、ぶっちゃけもうあん中入ってますからね。そうだね。はい、ぶっちゃけ。あれでも入ると、マジで。もう入って上に登ってくのがニコ生スタイル。ニコ生スタイルです。あと、ドローン飛ばしたりね。確かに。ドローン。人の真ん中です。そうそうそう。そう。遠隔で。遠隔で。
そう、人に迷惑をかけることしかしないから。すごい風景だね。直沢さんがじわるっていう。みんな直沢さん、直沢さん大好きだ。さっき写真撮られたからね、写真。さっき、おじさんに写真撮ってくれませんかって言われて。ちゃん、挨拶したな、これ。さっき、ここさん靴大丈夫ってみんな心配してましたよ。今日はどんなお靴なんですか？今日のファッションチェックを。うん。おしゃれですね。ニコ生は最悪だよ。ここさんです。なおたくさん。なおたくさんの絵面。なかなか宇宙人が昼間に出歩いてる姿見れないからね。あれ？あれ？ヒカルくんどこ行った？あ、登ってったのかな？おさんにはだいぶ疲れるのかな？疲れてきたね。よいしょ。頑張れ。よいしょ。ポサーモデルさんですよ。頑張れ。うん、よいしょ。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 いや、すごいね、でも。なんか生で見ると。汗。全然寒くなくなってきました。暖かくなってきましたね。なおたくさん、ドンキホーテでいろいろ選んでたから。つってどれがいいかなって。あれ、ヒカルくんどこ行ったんだろう。ヒカルー返事するんだ。いた。ヒカルくんいた。やっぱ、普通の桜と見比べてもボリュームが全然違う。ほら。これでも、あれでも、本当に綺麗な桜なんだよ。ただ、スケールが違うよね、さっきと。普通に桜綺麗じゃん。ほら。ただ、千年桜とはレベルが違う？うん。でしょ？下にあるのが千年桜なんだけど、全然スケールが違うでしょ。見える？ちょっと角度的に見づらいかな。こっちから見れると思うんだけど、奥にあるのが千年桜。真ん中？あそこ。あれが千年桜。ボリュームが全然違うでしょ？もふもふなんだよね。すごいよね。普通の桜こんな感じ？全然違う。うん。もうなんか豪快に咲いてるもんね。どうやったらあんなことになるんだよっていう。すごいよね。ヒカルくんどこ行ったんだ。あ、お参りしますね。174名さんいらっしゃい。ねえ、すごいよね。ヒカルくんなんか準備運動もう、あれだな。もう格闘技、ほら、ほら、始まった、ほら。もう格闘技のことで頭いっぱいなんだよ。あれ？なんだこの像。何これ？ヒカルくんマイペースだよね。なんだろうこれ。石碑かな？石碑だ。左の像、何？井戸？なんだろうあれ、上にあんの。井戸っすね。井戸。なんだろう、なんであんなとこに井戸があるんだろう。稲荷神社。すごい映像ですよ。なかなかな映像ですよ。すげえ律儀な。すげえ信心深い。出たとか言って、うん。すごいですね。稲荷神社なんだ。すごい。
すげえなぁ。あ、気をつけないと。気をつけないと。気をつけないと。大丈夫ですか？はい。いいっす。囚人が参拝する今、貴重映像。ロズウェル事件並みの事件だからね、今。X ファイル。スカリー捜査官、モルダー捜査官出てくるよ、これ。夜真っ暗の時にこれ被ってこうやってうろうろして。めっちゃ怖い。夜見に来た人多分超怖いと思う。超怖いですよね。なんかボディースーツも売ってましたよね、宇宙人の。でもそこまでの気合は入ってなかった。顔だけでいいです。こう考えると、横山みどりという男はいかに異常な、俺らもう慣れてるじゃん、みどりさんがマスクかぶって歩くの。もう、あれが当たり前みたいになってるけど、まあ警察来るわな、普通に歩いてて。おー、すごい街並みが。福島の街並みをちょっと映しましょう。丘になってるんで。いいなぁ、山があって。こういう感じですね。すごくない？向こうダムなんだよ。向こうの方にダム見えんのわかる？髪型変えてよ、くるみさん。奥の方にダムがあるんですよ。綺麗だね。綺麗だなぁ。すごいね。いや、今、超いい配信ですよ。桜、千年桜。ダム行ってほしい？ダム行かないよ。お前らどうせダムに入れって言うだけなんだから。未来が見えるから、俺。なかなか綺麗だね。ヒカルくんはストレッチしてる。行きますか。この後スパーリングだからね、俺ヒカルくんと、はい。こんなに綺麗な桜見た後に、俺ヒカルくんと殴り合うんだよ、本気で。すごくない？福島のね、三春の、滝桜。滝桜。はい、三春の滝桜ですね。福島では相当有名みたいですね。福島のもう超、超名スポット。だって人がすごいもん。あ、了解です。ここから行きますか。下れる。はい。おー、マネーいらっしゃい。今日はすごいよ。すごい映像が見れるよ。話、ブワーってなるかもしれない。もう、すごいよ。これぞですよ。福島。うん。すごいよ。千年桜です、千年桜。宇宙人と手をつなぐ地球人。モデルさん。すごい映像。すごい映像。宇宙人密着ドキュメンタリーみたいになってる。すいません。よいしょ。お母さん驚いちゃった。よいしょ。いやー、この大衆の中で和道が何をするのか注目。そういうね、振りはね、配信者殺しだからね、やめてください。今正面に映ってるのが、千年咲いている滝桜です。すごいでしょ。他の桜と見比べても全然違うでしょ。やばくない？宇宙人にもお花見する権利ありますからね。そう、千年咲いてる滝桜よりも宇宙人が大好きなリスナーってちょっとおかしいよ。すごいな。すごいですよ。ほら、ボリュームがすごいでしょ。ボリュームが。阿武隈堂には行かない。また別で俺が行く。すごくない？迫力がやばいよね。迫力がすごい。いや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 、とんでもないです。旅の醍醐味ですから。直拓さんがね、配信的に、
ここすごいから皆さん喜ぶんじゃないですかってピックアップしてくれたんだよ。直拓さんと、ヒカルさんとココさんが。せっかくの旅なんで福島の名所行けませんかって、お忙しいのに。感謝ですよ。本当に。めっちゃすごいね。ボリュームがすごいよね。なんだこれ。あったかいねー。うん。よいしょ。そうだね、阿武隈使いだね。阿武隈洞窟だから多分配信は無理ですね、生放送は。電波がないからね。そうなんですね。だから最悪録画で、はい、今日の放送ですみたいな感じで、そうですね、録画流す感じだよね。根っこまで続いてるってどういうこと？根っこまで続いてる？うん？根っこまで続いてる？何の話だろう。あ、これじゃないですか。その振り、さっきの。根っこから、の、か、これ。これ。これ。はい。先っぽ。これ拾いづらいんだって、そのボケ。このボケ俺広げるの無理だよ。のりゆきさんクラスじゃないとさばけないよ、このボケ。のりさんとかなんか、仕方しそうですけどね。めんどくさい。さっきのくだりは、広げたくなかったな。よいしょ。すごいね。そうだよ、直拓さんめっちゃ優しいよ。紳士だよ。めっちゃ綺麗でしょ？めっちゃ綺麗でしょ？もう写真、写真すごいよ、皆さん。お兄さんすいません。こんな感じね。すごい。竹とか木とかで支えてるね、折れないように。よく見ると。でも千年こうやって維持し続けたんだよ、人の手で。自然ってすごいね。俺ね、桜見るたびに日本人に生まれてよかったなって本当に思うんだよ。すごいスケールだよね。だからこれは高画質、パソコン配信にこだわってよかったよね。遠く咲いてるね。満開じゃないかな。もうほんと今が見頃っていう。そうだね、あんまり近すぎるよりも、これくらいの距離感が多分一番迫力あると思う。そう、千年だよ。江戸時代の前から咲いてるんだよ。すごいよね。千年前から咲いてる桜。想像ができないよね。後ろの方に普通の桜咲いてるけどさ、迫力が全然違うもん。咲き方も。すごいよね。さすが滝桜って名付けられるぐらいだもんね。だって人の大きさと考えたらわかるでしょ？遠近感が狂う感じが。おい、たくみさんいらっしゃい。日焼けはしてるよ、旅配信者だから。いやー、すごい映像だな。そう。すごい。あ、そっか、雪の重みとかで折れちゃうんだ、枝が。そういうことなんだね。なるほど、なるほど。人もすごいけど。ちょ、待って、もう、直拓さん完全にヤンキーみたいになってるけど。直拓さん完全にヤンキーみたいになってるけど、大丈夫？完全にヤンキーみたいになってるけど。直拓さん映すだけで笑いが取れるんですけど。何やってんすか？ヒカルに石ぶつけてた。ヒカルくんに石ぶつけてたんですか？もうこんな件で。はい。ダメっす。直拓さん、あれだわ、ヒカルくんに石ぶつけてたわ。小石ポンポンぶつけてたわ、なんか。すごいね。メンテナンスも大変だろうね。うん。遠近感がおかしいよ、これ。直拓さんはね、たまにこうやってバーってやって呼吸してるね。熱いって言って。首の方ガーって開いて。すごいね。菜の花ってね、綺麗なの食べてた。
直田さんもうついに妥協してここまで口出してるわ。直田さん絶対振り向かないでください。ちょっと前向いててもらっていいですか。絶対振り向かないでください。もう妥協してこんな感じになってるからね。もうなんか暑さに耐えられなくなってめくっちゃってるから、ここまでもう出てる口が。多分耐えられないんだと思う。笑うわ。直田さんすげえな。はみ出てるもん。はみ出てる。え、ちょっと待って、ゆべしって聞いたことあるな。ゆべしってなんか有名ですよね。ゆべし有名ですね。ゆべしって福島の有名なんですか。ゆべしってどこや。ゆべし福島のメーカーっすよ。メーカーっすか、はい、ちょっとレビューします。ちょっとゆべしを、え、ちょっと待って、桜売ってんの。これなんだろう。桜、今月のみの限定商品になります。あ、すいません。もうハサミが立ったと思ってないですか。え、ちょっと待って。桜売ってるけど桜買う？ゆべし美味しい。ちょ、桜売ってるけど旅に桜持ってく？桜、千年桜。これ千年桜なんですか。滝桜の孫。滝桜の孫が売ってるんですか？孫っていうのは結局、はい、桜の花が咲いてそれが種になって自分が落ちますね、はい、それを鳥が加えて、はい、それが今度糞になって、はい、こういろんなところでまた、はい、自生しますので、はい、それが孫っていう感じで普通に福島県に400本ほどあるそうです。へえ、これ1本いくらなんですか。1000円ぐらいから、はい、あ、大きさによっていろいろでございます。リスナーさんにプレゼントしようか、これ次リアとした人に。この辺の方まで時でも持っていかれる方ありますので、これ買おうかな。これ買わない。プリンセスガーデンに植えない。プリンセスガーデンに、西新宿プリンセスガーデンに植えようよこれ。いや、わざさん荷物になるんで。あ、そうだった、うん、旅配信だった。荷物になるからね。うん、そうだ。止めてくれてありがとう。いつ止めてくれるんだろうと思ったら、買おうぜみんな。いやバカ、荷物だろうとか言ってくれるかと思ったら、買おうっつって。そう、なんかやたらと買えばいいってことだよね。そう。まあ、とりあえず胃袋に入るゆべしを買います。そのメーカーゆべし、すいません、大丈夫ですか。おじさん全然大丈夫。はい、試食あるんじゃないですか。試食、いや、せっかくなんで。はい、ありがとうございます。ゆべし、何ゆべしが有名。くるみゆべし、桜ゆべしとかにする。季節限定桜ゆべし、いい。ありがとうございます。試食あります。あ、いや、せっかくなんで買って。はい、すいません、おすすめなのは桜あんですか。そうですね、季節のおすすめは桜あんでございます、はい、じゃあ桜あん一つください。はい、ありがとうございます。950円でございます、はい、了承してください。就職、はい、すいっす。ちょっとね、レビューちゃんとやりたいんだけど俺。うまっ、うまっ、うまっ、うまい。あ、うまいこれ。めちゃめちゃうまい。なんかガンモ。ガンモ。の味する。ガンモ。はい。じゃあ5000円で出しますね。ガンモ。試食でございます。試食もう一個。めちゃめちゃうまいわ。うまい。ありがとうございます。はい、じゃあ細かい方まず50円のお返しと、はい、2000、3000、4000、大きい方4000の返しでございます。どうもありがとうございます。じゃあちょっとみんなで食べましょう。みんなで桜ゆべしを買ったんで、直田さんが今ヒカルくんが手突っ込んで、直田さんのこっからこちょっとみんなで食べません？これ今開けて、ヒカルくん食べようよ、うん、今買ったのは、ちょっと僕初めて桜あんゆべしを、桜あんゆべしを買いました。めちゃくちゃいい気楽になった、うん、直沢さん。ちょっと待ってなんでタバコも吸えるし、バージョンアップしたじゃないですか。ハサミで切ったんですか。切ないね、直沢さん。ハサミで切りました。ヒカルに切ってもらいました。あ、たくみさんどうも。すげえ。すごいね。もうどんどんなんか対応していってる。今第二形態ぐらいです。ね、第二形態だった。第二形態。これ食べようよ、カルペン。これ食べるんですか。うん、開けて。
ごめんね。うん。ちょっとレビューしたい。なんかどっか座りたい人は下に座るとこあるんじゃないですか。そうですね。そこで、あ、そう、下で、下で座ってドリンク飲みながらで。ラーメン食べよう。なおたくさんすげえな。なおたくさん楽しみだな。でもこれであれじゃないですか、あの、格闘技も。はい、あ、なおたくさんだって一発で。ここになおたく3倍目ってちゃんと勝ち負けしてくんだよ。誰かわかんなくなっちゃった。名札つけて。そう、面白い。なおたくさんが一発でわかる。これ捨て頃の企画でなおたくさんじゃんって一発でわかるよ。すぐわかる。すぐわかる。やば。すごかったね、桜ね。桜良かったっすね。やばいっすね。ありがとうございます。でもここぐらいしかないんです。ちなみに郡山周辺で観光する。でも、北方ラーメン、会津とか。まあ、あと、白虎隊でしたっけ、はい、またちょっと距離あるんで。ああ。まあ、全然、まだ地域が違うんですよ。あ、違うんすね。はい。なんか土地勘がないから、全然わかんないんですよ。この辺のは中通りって言って、はい。で、あと会津の方と、中通り、あと浜通りって言って、いわきとか、原発のある方が浜通りって言うんですけど。海側の方が浜通りなんですね。そうです、そうです。ここ中通りなんで、今。あれ？お城？なんだろう、あれ。一軒蔵。蔵ですか？普通の一般の家の民家に蔵があるんですよ、こういうとこ。へぇー。結構あるよね。これは蔵？すごい。へぇー。蔵とかがあるんだ。関東の方だとほとんど見ないですね、蔵なんて。見ないですね。すごい。軽くは甘酒飲んでます。甘酒とクレープです。甘酒とクレープすごい組み合わせ。すごい。こんにちは。こんにちは。もうすごかったね、桜ね。やばいね。すごい千年咲く桜はすごいわ。はい、こんにちは。アメージングだね、本当にね。すごい。でも桜も売ってるっていいね。なんか自分の家の庭とかにね、ね、埋めて。ねえ。絶対楽しいよ。手入れめっちゃ大変ですけどね。だよね。はい、こんにちは、のうさん。こんにちは。あ、ほんとだ。ほんとだ。やば。なんかね、ここね、その、今、降りてきたところなんだけど、丘から。なんかやっぱ観光地になってて、こうやってその、何、ご飯とかが食べられるブースみたいなのがあるんですよ。ここでご飯食べます。切れちゃったね。いや、今日咲いてたよ、ビッピー。すごい綺麗だったよ。タイムシフト残すから後で見てね。今、直拓さんがイワナの塩焼き。完全。ここの、三春の由来あるじゃないですか。三春の何？由来。由来？名前の。あ、由来？うん。由来が、桃、桜らしいです。それで三春。あー、はい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 。梅、桃、桜がもういっぱい咲いてるから。はい、っていうので見張るみたいです。なるほどなるほど。だ春は、あーすごい。夜映るとこんな感じなんだ。夜桜すごいね。ライトアップするとこんな感じなんだって。綺麗ですね、これ。すごいね。昼間も綺麗だけど夜もすごいわ、これ。昼間こんな感じだったね、さっきね。夜は夜ですごいね。こんな感じなんだ。いや、後ろ見てよ。岩田食べてる。宇宙人が岩田。完全にあれですね。日本に視察しに来てる。偵察しに。偵察しに来てるよね、完全に。完全にこの絵面おかしいでしょ。怖い怖い怖い、なんか。なんか怖いっすな、オタクさん。でも、キューティーって言ったからね、唇ができたので。キューティーな感じな。なんかちょっと可愛くなりましたよね。はい、ワカツー。和道のストレートのフォームの方が綺麗だよ。うるせえわ、テレサミ。練習しろ、ボケ。
お前は練習、お前はコメントを打つ暇があったら練習しろ、本当に。テル。なんか席あるかな？なんだろう、これ。あと何が有名なんだろう。今、何買ったんだっけ。これなんだっけ。これゆべしです。ゆべし。ゆべしを買ったからゆべしは食えるでしょ。なんかあるかな。おお。あ、ママドール。ママ？福島の。おお。あれ、ママドールが有名。ママドール有名っす、ね。ママドール。メーカー。へえ。ママドール。みんなママドール知ってる？なんかママドールっていうのがあるんだけど、福島のメーカー。ほう、いちじくのアイスどこにあった？いちじく、いちじくマンゴースムージー。気になるか？全然気になんねえぞ俺。知ってる？ママドール美味しいの？え、ゆべしとどっちが美味しいの？ママドールは。ママドール鉄板なの？じゃあちょっと。すいません、ママドール試食してみてもいいですか、はい、一つ。ありがとうございます。ちょっと試食させてもらいます。そんなに美味しいの？いただきます。あ、うまい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 。これめちゃめちゃうまいじゃん。いや、めちゃめちゃうまい。小さいやつあんのかな。小さいやつ、はい、チョコもあるんですか。チョコもあります。うん、チョコとどっちがいいかな、普通のやつ。よくが美味しいから食べてみて、買ってみて。どっちがいい？これうまい。なんか予想と違ってすげえ、カステラ、なんて言えばいいんだろう。あんこと、なんて言えばいいんだろう。カステラかな？うまいわ、これ買うわ。ママドール買おう。チョコと普通のやつ、どっちがいいかな？チョコレアですか？じゃあチョコ買います。チョコ買ってみる。でもチョコ売れ残ってる感じ。あ、そんなことない。普通のやつしか食べたことない。じゃあチョコ俺がレビューするよ。じゃあこのチョコのおやつください。あ、違うのか、店員さん違うのか。ないじゃん。チョコ食ってみるわ。チョコレート。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。いや、売れ残ってるかなと思ったらそうでもなかった。裏にあった。今たまたま目の前から消えただけだった。ママドールってうまかったよ。今試食したけど、これママドール、あの、いわきのメーカー？いわきのメーカーなのかな？すいません、チョコください。これ。予習書ください。うん。え、マチルダ福島なんだっけ？チョコの方買った。いや、今俺がこういう感じだったのよ。今追加されたから、いや、だからチョコが売れてないのかなと思ったのよ、たまたま。そりゃ、たまたまだったわ。はい。サクさん、いや、コメント嬉しいよ、コメント。いや、これうまい。なんか、いやいやいや、なんかあれしょって、パーキングのところにあるなんかボソボソしたお菓子でしょみたいなノリだったの。パサパサしたなんかわけわかんないのしょと思ったら全然違う。すごい美味しい、しっとりしてる。チョコ初めて。あ、袋いらないです、大丈夫、そのままで。ありがとうございます。チョコゲットです。なんかね、こうあんこなんだよね。ずっしりとしたあんで。青田さんどこ行ったんだろう。チョコ手に入れました。すごい美味しかった。今試食させていただいたのはプレーンのタイプなんだけど、ゆべしも買ったよ。桜ゆべし買った。みんなで食べよう、みんなで食べよう。
せっかくだが旅の食レポもんだ、うまくなること期待。オッケーオッケー。ヒカルくん買っちゃったよ、ママドール買った。うん、これめちゃめちゃうまいね。どうぞ。こっちよ俺。はい、オッケー。買ってきた。店長が怪しいっすね。店長ないんだ。ねえ、タバコ吸いたいね。今買ったのが、桜あん湯べし。俺、湯べし初めて食う。これ、湯べし。聞いたことはあったんだよ。その、湯べし。で、今、その、気になった、ママドール。チョコレート味。これみんなで食べます。ヒカルくんと、そうそう、ヒカルくんと、ナオタクさんと、ココさんが案内してくれたの。和道が郡山来てるから、せっかくだから、リスナーさんに楽しんでもらえるようにって言って気を使っていただいて。あ、これ5月までの限定。そう、これめちゃめちゃうまくて、今、限定ですね、それ。これ限定なんですか？10月から5月の限定なんですよ。これ限定品なんだって。これ限定10月から6月までの限定品なんだって。これみんなで食べましょう。僕はちょっとお腹いっぱい。どうしてあんこ食べれない。あんこ食べれない。ええじゃあ、なおとくさん食べないですか？はい、1個。いただきます。あ、じゃあいただきます。よいしょ。ゆべしは？ゆべしも大丈夫です。いらない？はい、僕、2つぐらいつまみ食いしたの。なんだよな、ノリ悪いな。食べないですか、ここさん。なあ、これもあんこか。わざわざも試食してレビューすればよかったのね。はい。思った。わざわざ買わずに。あ、うまい。あ、これもぜひ、ノータクさん。あ、はい。今ちょっとお腹いっぱいなんですね。じゃ食べてみます。オーバーレーニョさんいらっしゃい。限定限定、お腹が膨らむ。ちょっとチョコレート味いただきます。なんかね、あの、パーキングとかに売ってるじゃん。なんとかメーカーみたいなバサバサしたさ。絶対これ、メーカーでもなんでもないだろうみたいな。そんなノリかなと思ったら全然違う。なんか、こうね、ちょ割ってみますね。こんな感じなんですよ。なんか見た目は饅頭みたいですね。そうっすね、そうっすね。で、割ると、こう、あんこがぎっしり詰まってて、ふわふわのね、なんて言えばいいんだろう。お饅頭みたいな。うん、ほんと饅頭みたいですね。いただきます。うん。あのね、あんこの、パンなんだけど、チョコレートがすごい入ってて、なんて言うんだろう。あれだな。あの、美味しいよ。雑か。おいおい。すげえうまい。雑か。あんこのチョコレート、なんか、なんて言えばいいんだろう。あ、ショコラみたいな。血平って何？血平ってなんだろう。血平がわかんないな。いや、うまいうまいうまい、うまいのよ。うまいんだけど、どううまいかを表現できないの、俺が。うん。まあ一応あの、福島のメーカーですからね、これ。うまいうまい。ママドール。うん。まあ、結構有名なんですよね。これほんとおすすめ。普通にうまいよ。まあ、あんこぎっしりみたいな。自宅めっちゃ近い。レアトツして。もしもし。レアトツ、レアトツ。うん。うまそうじゃない？マジか。じゃあ今度ゆべし頑張るわ。そう、次ゆべし。ゆべしは、わあ、俺、しかも結構でかい。でか、でか、2個入り？でかいっすね。だってさっきの試食だってこれの、うん、3分の1ぐらいだったもんね。そう、ちぎって。ちょ、これも限定品の桜あんゆべし。みんなが美味しい美味しいって言ってた、ゆべしを食べます。桜あん限定のやつです。じゃあ、福島メーカー行きます、第2弾。もうね、なんか、感触はね、なんて言えばいいんだろうな。あの、なんだろう、スライム、うん。言うほど、俺より上手くないぞ。言う、俺よりひどいんじゃないか。なん、まあ、スライム。なんだろうな。まあ、スライムだな。なんか、お餅？プルプル？プルプルな感じです。じゃあ、いただきます。醤油味。醤油？醤油餅。うん、お餅ですね。いただきます。うん。うん。あの、
うまい、なんて言えばいいんだろうな、めっちゃうめえよ、すごいうまいんだけど。分かったろ、俺が飯雑やらない理由が分かったろ。これで何ですか、ガンズキみたいな、ガンズキ、ガンズキ、でも俺のイメージは食べたことないんだけど、八橋みたいなイメージかなと思ってたけど、違う、全然違います、全然違うんだ、全然違いますね。ガンズキ食べますか。僕なんかもう食わず嫌いだったんですけど、すっごい、すっごいもつもつなんですよ。本当だ。はい。なんか、なんて言うんだろう。いや、でも、八橋みたいな、ハッカナみたいな味がするね。あっ、ハッカナ味がちょっとして、なんだろう、あんこ。なんか、これ、ハッカナ味ダメだわ。な、これ、あの、中に桜のあんこが入ってあって、全員下手、全員下手全員食レポ向いてないわ、下手下手桜とあんこともちもちしか言ってない。すごいじゃん、すごいうまい、でもすごいうまい、美味しい、うまい、うまい、うわ濡れた、ここ日記、日記っていうか日記なんて書いてあるんだ、なんかでもやばい、め、メーカー株式会社カノン屋、カンノ屋、あ、メーカーがあるんだ、その、うん、このゆべしだけでも、うんうん、食レコっぽよかった、うん、うん、ああそんな感じだよ、まあ、そんな感じですね、うん、これカッシーニにあげよう、はい、福島行ってきたよって、えなたの地元だわおたべ、おたべってなんだろう、おたべがわかんない、もうでもお腹いっぱいですね、お腹いっぱい、で今からスパーリングですから、本当にやんの今日、え、やりえ、結構ガチめの、今日やんなくてもいいですよ、いや、僕パチンコ行きたいですもん負けてるぞ、うん、今日パチンコ行きたいです、全然どっちでもいいけど、リベンジで、スパーやる、スパーやんなくていいですよ、なんで、なんで、じゃああれでいいじゃないですか、俺が、うん、あ、俺明日から仙台行くじゃないですか、帰ってきてからにしましょう、うん、おー、しばらくいるんすよね、こう福島多分、いや、いるっつっても2、3日だよ、まあ、こう、だってそこから会津行ったり、うん、まあ、そのアブクマド行くんですよね、アブクマド、だって 方向性が両方違うんですよ、あ、バラバラしろ、はい、郡山多分通過するんで、どっちも、まあ、福島にいても郡山から近いんで、うんうん、福島、はい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 、車とりあえずするか、じゃあ、うん、それで、うん、じゃあパチンコ行きましょう、今日パチンコ行く、うん、どうしよう、今日もまた10万買ったらどうする、うん、俺全然さ、そんなそんなつもりないのに適当に座ってさ、もうそう、連日負けてるからね、俺、うん、なんか悔しいんだよ、うん、てかできれば朝から座りたい、ああ言ってたね、ずっと朝一でやりたいって、ずっとなんかデータ見てると朝のやつ、朝出てる、あの台、あの台出てるやつ、出てるやつ、お、そうで結構俺 見てるんで、クラフで怖い質問していい、リア突来た、今その話してない、パチンコの話してるからねえ、うん、じゃあ、そんな感じですかね。確か。うん。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。桜綺麗だったでしょう。桜。ありがとうございます。怖い怖い怖い。怖い怖い。怖いよね、いや、結構怖いっすよ。本当にあれですね、テレビ番組みたいな。そうそうそう。よくあの、キャラクターで。キャラクターで。うん。なお、全然コメント見えないけどね、みんなの。ありがとう、みんな。コメントって書いてある。一番話題をさらったのが、直拓さんだったっていう、すごい、桜に勝ったっていう。ココさんでーす。ココさん、小悪魔ゲハで、モデルさんやってるの、一緒に。みんな、かわいい、かわいいって言って、ココちゃん、キャワバってずっと言ってた。レアです。なんか告知とか大丈夫ですか、なんかありますか、あ、28日に、小悪魔ゲハが出るので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。28日の小悪魔揚げ派よろしくお願いします。でよろしかったらその端末のアンケートに名前書いて送ってくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、
また放送します。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。